エルザタワー32は埼玉県川口市元号2丁目にある超高層マンション2002年に日本ピストンリング川口工場の跡地に建設された隣接するエルザタワー55ライオンズスクエア川口との代表による共同開発プロジェクト1982年代表が元号地区において とりわけ広大だった日本ピストンリング川口工場は土地約5.6ヘクタールを大規模総合開発を目的に買収翌年に超高層マンションやショッピングセンター等を整備する総事業費約540億円を投じたライオンズスクエアプロジェクトをスタートさせるエルザタワー32はこのプロジェクトにおいてエルザタワー55に次いで分譲された地下1階 地上32階、総庫数389個のマンションである。竣工した前年に近くに開設された、埼玉高速鉄道線川口元号駅を使えば、容易に東京都心に出ることが可能となったため、ここは東京24区を歌い文句に販売された。北側にある、ライオンズスクエア川口は、スーパーフィットネスクラブ等と月決め、 時間が市駐車場等が入る複合商業施設だが、エルザタワー55と共に一連の開発事業として、建設が行われた。このエリアは、ライオンズスクエアとして、これらのほか、保育園、医療施設が誘致されている。2011年には、川口市立、元後南小学校が、耐震強度問題に伴う校舎建て替えのため、 エルザタワー55の北側空地へ移転した。エルザタワー32の北西に位置する公園は、川口市へ開発に伴う提供公園として、引き渡され、元号第8公園として、川口市公園課により管理されている。市街地住宅総合設計制度の適用を受けている。2017年7月、清水ビルライフケアによって行われた10ヶ月に及ぶ。 マンションの大規模改修工事が完了している。プレキャストコンクリート工法を採用し、天候に左右されず品質の安定した建設を行っている。特にエルザタワー32では、建物以外の敷地が広いため現地で PC を生産しており、専用工場で生産され、トラックで陸路を搬送される一般的な PC 工法に比べさらに高品質で、 低コストの建設が行われた。鹿島建設が開発したハーク工法を採用し、高強度の鉄筋とコンクリートで柱と量を組み上げていくことにより、プランの自由度があり受信エネルギーを柱と量が吸収する工法である。1998年春工のエルザタワー55の統発であるため、共用部分等についてスリム化が図られている。例えば、 エルザタワー55では設置されている最上階のゲストルームやパーティールーム一部階に設置されているキッズルーム各階からゴミを投入できるゴミシューター1階ロビーの喫茶スペースはエルザタワー32では設置されておらず結果管理費長期修繕積立金等においてエルザタワー55より低額に抑えられているエルザタワー55では 高層階で窓が開放できない部屋もあるが、エルザタワー32では、全階窓は開放可能である。エルザタワー55では、ベランダの手すりが透明であるが、一部居住者から怖いという意見があったためか、エルザタワー32では、手すりは不透明となっている。エルザタワー55には設置されていない車寄せが、設置されている。屋上部分の夜間照明を、 エルザタワー55と同じ時間帯に行っている1階、2階のエントランスからは非接触方式キーによるオートロックシステムを採用。全個管理費に含まれるセコムによるセキュリティ契約が行われている。標準の契約では警備員の24時間友人管理を行っており、トイレからの通報、集合インターホンによる異常通報が対応。エルザタワー32がある。 元号地区は、東京都との境である荒川からほど近く、京浜東北線川口駅、国道122号に近い。また、2001年には、国道122号地下に、埼玉高速鉄道線が開通しており、最寄り駅は、川口元号駅である。川口駅からは、元号、エルザタワー循環という系統のバスが運行されている。ありがとうございます。